皆さんお晩です。岩手希望チャンネル MC のフジポンです。お晩です。岩手県知事の辰人拓也です。今日も番組をご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。さて今日は予定の番組内容に入る前に新型コロナウイルスについて岩手希望チャンネルからもお知らせしたいと思います。はい、連日新型コロナウイルスに関するニュースが大きく取り上げられています。コロナウイルスは咳などによる飛沫感染やウイルスで汚染された手や指などを介して接触感染するとされています。予防には季節性のインフルエンザと同じように手洗いですとかマスクの着用を含む咳エチケットということがね重要となっています。フリップにもあります通り正しい方法での手洗いや人が集まるところではマスクをつけるなどしてウイルスの感染を防ぎましょう。感染を防ぐためには一人一人が正確な情報を知ることが大事です。感染症に関する情報は県が発表することになっていますので県からのお知らせや県の対応状況などは岩手県のホームページをご覧ください。また心配なときは速やかにお住まいの地域の保健所に連絡相談してください。県民の皆さんには政府や県からの情報をもとに落ち着いた行動をお願いします。はい、今すごく本当ニュースも毎日のように取り上げられてますけどね、はい、やっぱりこうちょっと体調悪いなと思ったら皆さんのためにも休むっていうことが大事かもしれないですね。そうですね、そういうことも、はい、インフルエンザも流行ってますし、うん、そうですね、風邪は万病のもとという言葉もありこじらせるといろいろ他のところも悪くなりますから、はい、うん、そうですね、まあ、普通にこう気をつけることが大事です。しっかり情報をゲットするということですね。はい、それではここからは予定されていた番組の内容に入っていきます。東日本大震災の発生から来月11日で9年を迎えます。復興に向けて県民一丸となって頑張っているところですが、まずはですね復興道路の開通についてお知らせしましょう。はい、来月1日三陸沿岸道路の久慈北インターチェンジと侍浜インターチェンジ間が、そして来月中には、うん、宮古盛岡横断道路の宮古市下川井地区が開通します。このような道路の開通は一つの県で何年かに一度あるかないかというようなものなのですけれども、この3月に相次いで復興道路が開通します。沿岸地域への移動がますます便利になりますので、県内内陸部にお住まいの方あるいは県外の方もこの道路を使ってどんどん沿岸を訪れていただきたいと思いま す、ですね、うん、本当に近くなりますもんね。近い。はい、はい、行きましょう。そして三陸鉄道についても皆さんにお知らせしましょう。昨年10月の台風19号で大きな被害を受けました、うん、三陸鉄道リアス線ですが、こちらも3月20日に全線の運行が再開されるという嬉しい発表がありました。はい、すでに12月28日に太郎田野畑間、1月16日に陸中山田津軽石間、2月1日には田野畑普代間で順次運行が再開されています。残る普代久慈間は3月の14日、そして、釜石陸中山田間が3月20日に運行再開ということで、三陸鉄道リアス線163キロメートル全線開通となります。はいね、待っていた方も多いと思います。そうですね、今コメントにもありましたけれども某テレビ局でタモリさんが紹介されてました ね、こうね、そうそうそう、ぶらりしてましたね、ぶらっとしてましたね、土曜夜の人気番組で、はい、もう大体もう分かっちゃったと思うんですけど、いやでもすごいタモリさんも楽しそうに三鉄に乗ってウキウキされてましたもんね。はい、そのね、全線開通ということも乗って楽しい三陸鉄道、ね、はい、そしてね、2月の土日と祝日には、はい、宮古と陸中山田の間でプレミアムこたつ列車も運行されていますので、こたつ列車に揺られながら沿岸を旅をするのもおすすめです。で、宮古初の列車では、話題のビンドン、はい、ね、私も先日いただいたんですけど、すごく美味しかったです。やっと出会いました、ビンドンに。はい、この美味しいですね。ねえ、目の前で海鮮丼ができる、自分で作るから出して、そういう感じの楽しいですよね、体験型なんですけど、ビンドンも食べることができる他に、陸中山田発の列車ではホタテ剥き体験というのもねできるということですので、皆さんも乗車して三陸鉄道を応援しましょう。紳士淑女のたしなみとしてぜひこのホタテ剥きというのはこう、はい、やれるようになっておくとあちこちで便利です。モテると思います。俺は剥ける、自慢できます。はい、はい、ぜひ皆さん体験してみてください。さて今日の特集なんですが、岩手 S1 スイーツフェア
でございます、はい、さあ皆さん岩手 S1 スイーツフェアご存知でしょうか。今年で8回目を迎えまして、毎年2万人から3万人もの方が訪れる岩手の冬のイベントです。今年は今週22日土曜日と23日日曜日に滝沢市のビッグルーフ滝沢で行われます。県の盛岡広域振興局をはじめ、盛岡広域の8市町、商工観光団体などが主催するイベントなんですが、どうして自治体や地域の団体が連携してこのようなスイーツの事業をやってるんだろうと気になっている方もね、多いと思います。他の、ね、はい、都道府県でもいやこういうことをしているっていうところはあんまり聞いたことがない気がするんですが、うんうんうん、なぜこうやることになったんでしょうか。はい、きっかけは東日本大震災で、その2011年に、岩手への観光客がこう減ってしまいまして、そこでこのスイーツやお菓子で、岩手を盛り上げて観光客を呼び戻そうと、自治体や関係団体が連携して、2013年から S1 スイーツフェアをこう行っています。そうなんですね、S1 の S はスイーツの S ですね、はい、そして岩手県は1998年のことなんですけれども、あの滝沢市のアピオで全国菓子大博覧会、いわゆる菓子博をやったことがあってですね、はい、このスイーツお菓子関係のこの皆さんの連携が強くなっていたということもあります。うーん、このスイーツで岩手を盛り上げようということなんですね、はい、でも本当に岩手って美味しいスイーツたくさんありますよね。すごいですよ、もうその、ね、岩手、広い岩手の中にもいろいろな美味しいスイーツがあると思うんですが、はい、ね、またそれも歴史がいろいろあるんですよね、はい、歴史を解き明かしますと、はい、まず盛岡とその周辺では、穀物の収量が安定していて、うん、お米を使ったお菓子やまた城下町らしい華やかなお茶菓子、が発達したんですね。あの南部の殿様はこう茶道をこう盛んにやってましたので、江戸時代からお茶菓子が盛んになったと。で、県南は昔からの米どころ、米を使ったお菓子や餅文化が発達しました。そして沿岸は海の幸を生かしたお菓子や漁師が一息つくためのお茶菓子などが発達したということですね。あと県北は畑作が盛んで、寒さに強い蕎麦や雑穀、あの小麦も盛んですからね、雑穀を使ったお菓子が発達しました。プラス明治以降は酪農、はい、が岩手では盛んになりまして、なるほど、乳製品、バター、チーズ、クリームを使った洋菓子もそこから盛んになっていったというところです。うん、本当に ね、すごい歴史があって、はい、そして改めてこう、ね、聞いていると岩手ってすごいなっていうふうにも、ね、思うんですけれども、そういった、ね、歴史があって岩手にはたくさん美味しいスイーツが生まれたということなんです、はい、よね。で、先月のこの岩手希望チャンネルでは田中立愛吉博士を取り上げたんですけれども、はい、そのね、偉人局の中でもあの村上弘明さん演じる愛吉博士が二戸のね、串餅を食べてるっていうシーンがすごく印象的でしたよね。県北らしく小麦粉で作られたお餅ですね。はい、ということで今日はですね、岩手 S1 スイーツフェアを主催する盛岡八幡平元気まるごと発信事業実行委員会事務局の小岩幸恵さん、そして岩手 S1 スイーツフェアに出展する八幡平サラダファームの園澤恵美子さんにゲストとしてお越しいただいていますので、いろいろお話を聞いていきましょう。それではよろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。あら、アルパカさんも一緒に来てくれたんですね。かわいいですね、はい、ね、かわいい、やっぱりね、八幡平のね、もふもふサラダファームといえば、ね、アルパカさんがいるということでね、アルパカさんも一緒に来ていただきましたし、はい、はい、ね、今日はそばっちもちょっとパティシエ風で、あ、本当だ、はい、スイーツな、ね、感じで、ちょっとね、いつもより高いので前が見えないんですけど、はい、ではでは早速ですが、小岩さんからですね、自己紹介をお願いします。はい、盛岡八幡平元気まるごと発信事業実行委員会事務局の小岩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして園澤さんも、はい、八幡平サラダファームで主に販売を担当しております園澤恵美子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それではね、早速ですが小岩さんの方からまずは岩手 S1 スイーツフェアについてご紹介いただけますか。はい、岩手 S1 スイーツフェアは
今年で8回目を迎える岩手の絶品スイーツが一堂に会するイベントです。今年は2月の22日土曜日、23日日曜日の10時から16時まで滝沢市のビッグルーフ滝沢で開催します。入場は無料です。県外宮城の1店舗をですね含む、21店が出店する岩手の S1 ストリート、ご当地グルメが味わえるご当地グルメ屋台村、盛岡広域8市町の一押しのスイーツグルメが揃う盛岡広域ブース、スイーツグルメ合わせて40店舗以上が出店いたします。もう聞いているだけでお腹が空いてきますね。すごい数のお店とそしてスイーツが大集合するイベントということなんですね。でステージイベントも充実しているというふうに聞いているんですけれども、はい、2日間の期間中楽しいステージイベントが、会場を盛り上げます。宮古市の茂市に伝わる三叉踊りを披露する、盛岡三叉伝承会茂市の、舞、それから第43回全国高等学校総合文化祭2019佐賀総文郷土芸能部門に出場しました雫石高等学校の郷土芸能委員会による演舞、県内のゆるキャラ13体が S1 スイーツフェアのテーマソングに合わせて踊るゆるキャラダンス、特に岩手の初登場になるロボットのチアリーディング、村田製作所のチアリーディング部は必見です。ちょっとこれ気になるんですよね、こちらがチアリーディング部いますよね、ロボットのチアリーディング部村田製作所って製作くんっていう自転車に乗って走るロボで有名だったんですけど、さらにその次の世代でこういうチアリーディング部もできているという、すごい、こちらは岩手初登場ということで、はい、こちらも見どころですね、はい、さあ続いてはですね八幡平サラダファームの相澤さんにお話伺っていこうと思います。まあ、ご存知の方もね多いと思いますけれども、八幡平サラダファームについてまずは教えていただけますか。はい、私ども八幡平サラダファームはですね一言で言いますと、まず農業の会社なんですけれども、6次産業をしてやっております。まず育てて作って計画して販売するというところまでやってる会社なんですけれども、まあ簡単に言うと来てすごく楽しんでいただけます。見て楽しんでいただいて体験もできます。美味しいものも食べられます、はい、そして素敵なお土産も買っていただけるという、ずっと楽しく遊んでいただけるところになっております、ね、今日はねそのアルパカさんも連れてきていただきましたけれども、はい、アルパカウサギもいますけどね、はい、知事も大好きなウサギさんが、はい、猫もいます。あ、猫もいるんですか。はい、もう何いるかって言いますと、まずこの、アルパカ、アイドルのアルパカに始まり、はい、ウサギ、はい、猫、ヤギもいます、ポニーもいます、はいはいはい、それからですね昨年ガーデンパークという、ところをオープンしたんですけれども、はい、そちらに行きますと池には魚も泳いでますし、アヒルもいますし、アヒルも結構もう動物が増えてきました、はい、いいですね、はい、本当にね見どころ、そして遊ぶことも、ね、できるとっても楽しい場所でございます。そんな八幡平サラダファームのスイーツなんですが、岩手 S1 スイーツフェアの人気投票というのがありまして、なんと去年まで3年連続で1位、強い、素晴らしいですよね、はい、これはこの人気の秘訣っていうのは何なんでしょう。はい、そうですね、私どもいつも自社で作っているいちごをまず全てにおいて使っているんですけれども、はい、まずすごく安全安心ですね、大丈夫です、はい、何かがあったみたいですけど、はい、サラダファームで育てたいちごをスイーツに使ってます。ほとんど無添加でですね、まずお客様が必ず安心して食べていただけるっていうところなんですけれども、今見ていただいてますけれども、はい、これは2019年度昨年はい、1位を取らせていただきましたいちごの森チーズタルトなんです。素晴らしい、はい、それで今ちょっと先にいちごのことだけ喋りましたけれども、うん、とにかく私どものパティシェがですね、うん、岩手県のものを使うぞ、八幡平市のものを使うぞというところにこだわってますので、県産の南部小麦ですとか、もう特にも近くのもの、岩手県内の美味しいものを使いたいということで
やっぱ県内のもの安全で安心ですので、はい、そこがやはりあのお客様一番信頼して買っていただいたところなんではないかと思っております。でもコメントにも来てますけども、はい、美味しかったですと、うん、食べていただいた方もねありがとうございらっしゃるんですね、うん、ありがとうございます、ね、はい、だからこれがね、まあ、人気の秘訣になっていると思います、ね、この八幡平サラダファームさんのスイーツもそうなんですが、岩手のお菓子やスイーツ、こうやって、ね、地元のものにこだわったりだとか原材料にこだわって作っている方がすごく多くて、そこがクオリティの高さに、ね、つながっていると思うんですけれども、知事はどんなところに岩手のスイーツの魅力感じていらっしゃいますか。はい、こう水が良くて原材料がいいっていうのはこうお酒の宣伝の時にも使うセリフではあるんですけれど、はい、酒がうまいところはお菓子もスイーツも美味しいということがありますし、もともと農林水産物それぞれクオリティが高いですから、はい、それを原材料に使ってるっていうのはできるお菓子もスイーツも、クオリティが高く、また普段美味しい農林水産物を食べてる人たちに食べさせるスイーツですから、やっぱかなり最初から高いハードルをこう超える美味しさがないとこう通用しないので、私も日本のあちこちこうスイーツを食べてますけれども、本当全国有数と言って良い、こう日本の中で引けを取らないですね、はい、世界に通用する岩手のスイーツです。結構いろんなね受賞されている方もいらっしゃったりっていうのもね、うんうん、ありますもんね、はい、はい、あのチョコ南部ですとかもね、はいはい、受賞もされてますし、はい、2018年ですね、インターナショナルチョコレートアワードというのでね、同賞を受賞しているということもありますし、ね、先ほど言っていた菓子博も、ね、岩手で行われたっていう歴史もあるんですもんね。小岩さんと相澤さんはこちらスイーツ、この岩手のスイーツの魅力ってどんなところだと思われますか。小岩さんは、はい、そうですね、あの今まだ冬ですけれど、うん、私はあのジェラートが好きで、あちこちのお店を食べ歩いたりとかしてるんですけれども、あのやっぱり新鮮な牛乳と、あと新鮮なあの地元の野菜とか水、あの果物とかをたくさん使って、季節ごとにいろんな味があったりなんかして、その季節季節場所場所で楽しめるのがとっても好きです。スイーツの食べ歩きができるっていうのがね、ジェラートだけでもね、本当にいろんな美味しいとこありますもんね。サラダファームさんもなんか面白いアイスなかったですか。はい、ありますね。宣伝になって申し訳ないんですけど、いやいや全然私どもあのジェラートに味玉の味が、うんうん、あるんですよ。味玉、あの卵、そうですそうです、あの塩味のゆで卵の、それそのまま使ったオリジナルのジェラートがございます。ねえ、あの前ソフトクリームもありましたよね、はい、味玉ソフト、はい、私すごい気になって食べたんですけど美味しかったです。ありがとうございます。すごくびっくりしました。あ、なるほどと思って、うーん、ありがとうございます。ね、そういったものも作られてる、はい、相澤さん、どんなところが魅力だと思いますか。はい、小岩さん の, あの素敵なコメントの後でちょっとあれなんですけど、岩手県ってやっぱりそれぞれまず広いところにいろんな特徴あると思うんですよね。もうやっぱなんでしょう、沿岸は沿岸、あの盛岡盛岡っていろいろあるんですけど、そこの良さが必ずそこのお菓子になってる。例えばあの県北の方だと雑穀って言われますけど、その雑穀までをも、お蕎麦までをもすごく美味しくお菓子にしたりしてて、なるほどなるほど、あの地域のものをちゃんと使ってるお菓子で自慢できるなって思う時何回もありました。本当ですよね。やっぱこうお土産に買っていくと県外の方もすごい喜んでくれるっていうのもね、すごい嬉しいですよね。やっぱ岩手に住んでても、でそれが岩手県民としてはすぐ食べられるっていうのが、うん、ね、嬉しいですよね。それでですね、今日は皆さんに岩手 S1 スイーツフェアの魅力、そして岩手のスイーツの魅力をもっとお伝えしたいということで、八幡平サラダファームのパティシエ瀬川徹さんに来ていただいております。それでは瀬川さんどうぞ。あ、本物ですね。やっぱこの頭にこうパティシエ姿、はい、素晴らしいですけれども、はい、それでは瀬川さんも自己紹介をお願いいたします。はい、私はサラダファームで、パティシエをやっております瀬川と申します。よろしくお願いします。瀬川さんはパティシエということなんですが、はい、パティシエから見たこの S1 スイーツフェアの魅力ってどんなところですか。はい、この S1 スイーツフェアはです、ね、
フェアはですね、岩手県内の素材を使うということも一つのテーマになっておりますので、それを使ういい機会にもなりますし、素材を知る勉強にもなりますし、いろんな人たちがそれを加工して、他の出店者もいろんなお菓子を作ってきてくれますので、お互いにすごく、刺激があってですね、勉強になる、ところだなと思います。なるほど。じゃあ結構パティシエの皆さんにとっては勉強の場みたいな感じにもね、なってるんですね。はい、はい、でますます岩手のスイーツ美味しくなっちゃうっていうところがねあるんですね。で今回岩手 S1 スイーツフェアには八幡平サラダファーム新作のスイーツが出品されるとお聞きしておりますけれども、はい、一体どんなスイーツなんでしょうか。はい、じゃあちょっとフリップで、はい、今回は、自社で作っているいちごの他に、県産の山ぶどう、これを使ってですね、2種類のスイーツを作っております。で、八幡平の鎌倉餅といいまして、はい、いちごのクリームといちごのジュレを組み合わせたもの。あとこれですね、おいしそう、はい、山ぶどう、チョコレートのクリームと山ぶどうのジュレを組み合わせたもの、はい、それぞれを牛皮で包んだ八幡平の鎌倉をイメージして作ったスイーツになります。もう今年はちょっとね雪もあんね少なかったのでこれで鎌倉を楽しみましょう、はい、皆さんね、いやー本当に美味しそうなんですけど、これ見るだけですか。実は今日皆さんに、試食していただこうと思って、持ってきましたのでお召し上がりください。あるある、やったー、嬉しい。もう本当にこれどこにあるんだろう、ね、だから映ってるけど、だからここじゃなかったらびっくりですけれども、あのすぐそちらに見えます。はい、はい、わあやった、嬉しい。もう、あ、はいはい、山ぶどうもございますが、どちらがよろしいですか。どちらがいいですか。これは迷いますね喧嘩になりそうですね、ちょっとどっちでもよろしいですか。あの、あ、そうです、残ったやつでいいです、残ったやつ、いいですか。じゃあ私、いちごピンクだからすいません、あとで半分こしましょう半分食べれるの、はい、じゃあいいですか。迷わずザクッといっちゃって、なんかもったいないぐらい、はい、やっぱピンクの方から先に食べたい、可愛らしいですけどそうしますピンクからいきます。チョコを後回しにちょっと、じゃあ半分半分して良いのあ、ちょっとすいません、私こういうの苦手なんですよどんまいはい、どうぞ、はい、じゃあピンクの方から、仲良く刺しますよ。あー柔らかい、いただきます。あ、もちもちだ。ほほう、ちょっと私本当に下手くそなんですけど、どうしましょういただきます。この真ん中のこの酸っぱいところとこう周りの甘いところがこうすごい絶妙なバランスで、外側のこのもちもちからこのカステラっていうんですかね、部分のこのふわふわ感まですごい贅沢な全てが入っているスイーツ、と言っていいでしょう。南部コンビニを使っております。はは、はい、岩手のもの、この本当に真ん中結構甘酸っぱい感じで、はい、いいですね。ただこう甘いって感じじゃなくて、はい、ペロっていける、これは、うん、はい、大変だこれちょっとフルーツした感じ、このフルーティーって言うんでしょうかね、それがまたいいですよね。うん、本当に美味しいです。お茶も用意してあるから、あ、そうだ、お茶もいただいて、ちょっと一回あの味をね変える時にいかお茶の、だんだん後半のチョコレート編に移っていきますけれども、ほらの方行きましょう。こちらは山ぶどうが入ってるんですね、にゃはいはいはい、あのすいません、本当にフォークで切ろうとしましたね。そうです、かじるとすごい、あのすっごいこう歯切れの良さっていうか、前歯で簡単に切れます。いかないどうしよう、あのそれ歯切れがいい牛皮、この和風がこう洋風に入ってるところがまたいいですよね。そしてすいません、私が下手なだけなんで本当にごめんなさいね、なんか全然違う味わいですね、チョコと、でもまたこの中の山ぶどうはチョコうまい、チョコうまい、酸っぱさがあって生地もうないチョコだけじゃなく、山ぶどうもはっきり、さすが山ぶどう、
隠れても分かるっていう感じ、山ぶどう美味しい酸っぱさ、うーん、はい、うわー、本当にさっき知事がおっしゃったみたいに、いろんなものがギュッと全部入ってる、詰まっている贅沢な美味しいスイーツですね。それを2種類もいただきまして、ありがとうございます。知事完食でございます。私はちょっとあの後でいただきます手でいただきます。4分の1ぐらいよく丸ごと入れるとすっごいこう気持ちいいし美味しいですよ、はい、ね、ふわふわでお餅がそうそう、はい、あの知事からのおすすめの食べ方も、はいはい、ぜひ参考にしてください。はい、はい、本当に美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、この、はい、ではこちらに置いておきますね。はい、この美味しさをみんなでね、うん、共有することができる今年の岩手 S1 スイーツフェアの開催、はい、内容詳しくまた小岩さんお願いします。はい、岩手 S1 スイーツフェア2020、2月22日の土曜日から23日日曜日10時から、16時、滝沢市のビッグルーフ滝沢で開催いたします。入場は無料です。今年で8回目となるウィンターシーズン恒例の人気イベントです。地元で人気のスイーツやおやつをはじめご当地グルメが出店しております。来場者参加型のスイーツ人気投票が実施されるほか、ステージイベントや、ご当地キャラクターが会場を盛り上げ、県央エリアの豪華商品が当たる大抽選会もあります。また感染症予防対策としまして、会場には消毒液を用意しておりますので、手指を消毒していただくとともに、マスク着用を含む席エチケットにも気をつけていただきますようにお願いいたします。ぜひ今週末は皆さんでビッグルーフ滝沢にお越しください。はい、会場がね、なんかアピオのイメージも結構あるんですけど、今年はビッグルーフ、間違わないように、はい、なので皆さん本当に間違えないように行って、うん、お土産もね、うん、いっぱいゲットして、はい、いただきたいと思います、はい、そしてね、今日の紹介いただいた鎌倉も、はい、ぜひ皆さんに味わっていただきたいと思います。今週は、ですね、今週の22日土曜日、23日日曜日に開催されます岩手 S1 スイーツフェアをテーマに、盛岡八幡平元気まるごと発信事業実行委員会事務局の小岩幸恵さん、そして八幡平サラダファームの園澤恵美子さん、そしてパティシエの瀬川徹さんにお越しいただきました。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当に美味しかった。この時間のスイーツ、 幸せですね。すっごいガツンとこう全身に効くという感じで、染み渡りますね、はい、この仕事で疲れた体に、もう一仕事やろうかっていう感じになりますね。頑張ろうっていう、そうですね、スイーツってなんかこうやる気、幸せになってやる気が出ますね。はい、はい、ぜひ皆さんも今週末味わいに行ってみてください。さあ、続いては岩手三陸復興フォーラムの話題です。先月26日日曜日と27日月曜日に県内で岩手三陸復興フォーラムが開催されました。岩手三陸復興フォーラムは東日本大震災からの復興を力強く進めるため、復興へのこれまでの取り組みやこれからの復興に向けた取り組みを皆さんに広く知っていただこうと、震災以降県外と県内で開催されているフォーラムです。県外では昨年12月に神奈川県で開催されましたが、先月県内でも開催され、26日日曜日は全体会としてフォトジャーナリストの安田夏樹さんによる基調講演などが行われました。そして次の日27日月曜日には内陸と沿岸でそれぞれ報告会を行い、全国自治体からの応援職員による活動報告や現地見学などが行われました。知事は26日の全体会に参加されたんですよね。はい、はい、安田夏樹さんはこうテレビなどでもおなじみの方なんですけれども、あのご主人のご実家が陸前高田市ということで、8歳直後から陸前高田市にこう何度も入られて、そして、まあ、こう得意のといいますか、この写真を撮って、まあ、それを通じて、震災そして復興というものをまあ、記録されているので、はい、さっきパネルにも映ってたと思いますけど、あの奇跡の一本松の写真などこう、震災直後のものでしたけれども、まあ、あの一本松を写真に撮ってこう最初に広めたのは安田夏樹さんなんですよね。そういう意味でこう第一発見者って言ってもいいし、また第一発信者と言ってもいい方で、まあ、そのことだけでも岩手県としてはすごいお世話になっているわけですが、その8歳直後から
漁師の方々中心に、あと子どもたち、仮設に住んでる人たち、少しずつこう生活や仕事がこう変わっていく様子を改めてこう2011年の3月11日の時点まで遡り、そこからこう見せてもらったので、まあ地元のみんなもですね、そうやって改めてこう振り返るっていう機会がやっぱなかなかこうないもので、非常に意義深かったです。そしてパネルディスカッションは、キャステン大船渡のひじさんとか、はい、山田ワンダフル体験ビューローの服部さん、命をつなぐ未来館の菊池のどかさんという、あとコーディネーターの佐野理恵さんもですけど、まあ、今の岩手沿岸に入ってこう活躍している皆さんで、あれからもうすぐ丸9年という今の、沿岸、被災地イコール復興地のことをこうみんなで確かめることができました。はい、こういうのはずっとね、三陸復興フォーラムということで、皆さんでこのね、忘れないっていうところもやっぱりね、すごく9年あって、そういうのがもうすごく大切になってきてますよね。はい、さあ続いてはバーチャル YouTuber による岩手の魅力発信の話題です。これ気になってた方も多いと思いますけれども、ある意味我々のライバルみたいなところがあって、こう、そうか、ライバルなんだ。生身の YouTuber のようなことをしてるわけですけれども、はい、バーチャルな YouTuber が誕生しました。はい、先週14日金曜日に知事からですね、岩手県公認バーチャル YouTuber 岩手幸子についての発表がありました。はい、こちらが岩手幸子さん。分かりやすくも岩手県、岩手郡、岩手町の岩手幸子さんということで、人ですけど、多分隣の一戸町の一戸高校に通ってたんじゃないかと思うんですけど、何なったで有名ですもんね。一戸高校、インターハイとか国体で活躍する選手が出てて、はい、希望郷岩手国体で岩手県は薙刀優勝してますからね。非常に薙刀が盛んなところから、そして今なんか盛岡で県のその仕事を、されてるんですか。はい、岩手丸ごと売り込み隊ですね。岩手丸ごと売り込み隊の宣伝部員に移植されたということで、多分 IGR 岩手銀河鉄道で通ってるんじゃないかと思います。なるほど、電車の中で遭遇できるかどうか分かりませんけれども、はい、バーチャルですからね。はい、で中の方はそうですね、いらっしゃるんですよね。声が大事になりますし、はい、中の方、はい、中の方は盛岡出身の声優、我らが佐々木美恋さんですね。はい、もうミコロンという、ね、コメントも来てますけれども、はい、言う前から出ている。そうです、もう言う前からすぐ来ました。はい、はい、有名な獣フレンズにも出ていたミコロンさんでありまして、そうですね、岩手若者文化祭のメインゲストを務めたことがありますし、ニコニコ超会員幕張で、はい、ね、ゲスト出演してくれたこともありました。はい、ということでここでなんとですね、岩手幸子さんからメッセージが届いているそうですので、ご覧ください。皆さん、こんにちは。この度、岩手県公認 VTuber としてデビューすることになりました、岩手幸子と申します。私はこれから岩手丸ごと売り込み隊として、たくさんの方に岩手の魅力を一生懸命伝えていこうと思っています。岩手のいいところたくさん知ってもらえるように頑張っていくので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。それでは初回動画をお楽しみに。かわいい、心を奪われますね。まだちょっと動きがぎこちないかなっていう感じがしますが、自己紹介の予告編ぐらいな今感じ、ね、なるほどなるほど、まだなんかこれからね、体を動かしてみてるっていう感じな、これからどんどん、ね、動きも滑らかになっていくんでしょうね。そう期待します。はい、で、すでに岩手幸子さんのツイッターとインスタグラムが開設されているということですね。もうフォロワーぐいぐい増えてます。そうですよね、もう本当にライバル視しますが、そうですね、抜かれないように頑張らないと、はい、そして3月中旬には YouTube チャンネルが開設されまして、岩手の魅力や旬の話題を発信する動画が定期的に配信される予定となっているそうです。どんな、ね、動画になるのかすごく楽しみですよね。ええ、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、
続いては復興ポスターの話題です。岩手県では東日本大震災直後の平成23年度から復興に取り組む姿を取り上げたポスターを制作して全国に復興の状況や支援への感謝を伝えています。震災直後からポスターを制作していますので、こう順を追って見ていくとこれまでの復興の歩みも知ることができます。 はい、その復興ポスターなんですが、今年度も出来上がりましたので、まずは皆さんにご覧いただきましょう。こちらですね。まずは津波伝承館ですね。はい、そして、水門、新しくできたところ、はい、そしてさっきのあのそうですね、一緒に出て菊池のどかさんですね、はいはい、今回もねとてもかっこいいポスターが、ね、はい、温かいポスターが出来上がりましたが、これはどこで見ることができるんでしょうか。よ、いろんなところで見られるんですよ ね、 これ、はい、まとめて喋ろうと思ったけどちょっとこうまとまらないので逐次言いますけれども、まず、今の今年度のポスターやそしてこれまで制作してきたポスターを合わせて紹介する岩手県復興ポスター展を、2月19日から3月18日までの1ヶ月間、これを全国各地で開催します。開催にあたっては応援職員を派遣いただいている自治体や復興の支援をいただいている団体企業などに協力いただき、公共施設などに岩手県が制作した復興ポスターを展示します。北海道から沖縄まで80カ所での展示を予定しています。岩手県内での展示場所は盛岡駅ワンコロードや県の各地区合同庁舎、アイーナ、マリオスなど50カ所、県外は東京、名古屋、大阪、福岡にある岩手県のアンテナショップのほか、北海道庁、東京都庁、大阪府庁、三重、山梨、高知県庁、沖縄県うるま市役所など30カ所です。はい、本当に北海道から沖縄まで全国でこのポスターを見ていただくことができるんですよね。はい、これね、本当に皆さんのおかげでこのポスター展も開催できるということだと思いますので嬉しいですね、それもね。はい、ぜひこの岩手の復興の姿ポスターで発信していきましょう。続いては恒例の ILC 国際リニアコライダー計画のコーナーです。2月8日土曜日に東京大学で ILC 推進国際シンポジウム、ピーター・ヒックス博士が語るヒックス粒子と ILC が開催されました。あのヒックス粒子のヒックス博士ですよね、でこのシンポジウムでは2012年にセルン研究所の LHC で発見されたヒックス粒子の存在を提唱し、2013年にノーベル物理学賞を受賞したピーター・ヒックス博士による講演が行われました。また2008年にノーベル物理学賞を受賞した小林誠博士、駒宮幸男博士、村山仁理ニアコライダーコラボレーション副ディレクターというね、現在の素粒子物理研究を牽引する3名の研究者によるパネルディスカッションも行われました。はい、すごいですね。ヒッグス粒子というのはこの ILC に期待されている役割がこのヒッグス粒子のこう研究なので、大いに関係があります。はい、そして岩手大学がサテライト会場になっていまして、岩手の高校生や大学生がこう見る中継で、見ることができました。そして3月にセルンに派遣する高校生、それは岩手の高校生サイエンス&エンジニアリングチャレンジコンテスト for ILC で最優秀賞イコール岩手県知事賞を獲得した盛岡一高の理数科盛岡での皆さんなんですけれども、その人たちにも見てもらって、訪問に向けて良い機会になりました。すごい刺激になったでしょうね。はい、はい、そして2月11日火曜日には、ILC サポーターズ発起人でアニメ機動警察パトレイバーなどの監督として知られる押井守監督が花巻市で行われた第62回わんこそば全日本大会のトークイベントで ILC を今すぐ作るべき意義というのを、ね、お話になられたんですよね。ファンの方はご存知かもしれませんが、あの大のそば好きなんですよね。それでわんこそばをこう食べない
ことはないみたいな感じで、はい、あの食べに来てくれたわけですけれども、では ELC も PR して、あの普通にこうあの出場者としてあの参加してますね。4番のところにいらっしゃる方かな、はい、でそして ILC に関するトークイベントもやってくださったということで、あの大きな発信力を持っている方でありますから大変助かりました、はい、ちなみに59杯だったということですね、はい、監督は、はい、はい、ということでそれをお伝えして以上 ILC のコーナーでした。さあそれではプレゼントの抽選に行きましょう。前回のプレゼントは田中舘愛吉博士について書かれた本が2冊と村上弘明さん工藤有沙さんのサイン入り偉人局のポスターでした。さあプレゼントの応募状況はいかがだったでしょうか。大体こういつも通り平均ぐらいと言いましょうか、うん、お二人ですやった抽選ということで抽選ボックスお願いします、はい、さあ誰がどちらが当たるでしょうか。2つに1つ、はいはい、じゃん、お、コマネズミさんです。はい、コマネズミさんおめでとうございます。口にした記憶がいっぱい、何回か口にしてますね、デジャビューのような、はい、はい、コマネズミさんのコメントをご紹介しますね。偉人局第2話楽しく拝見しました。田中舘愛吉と聞いて全くイメージが湧きませんでした。メートル法をはじめ日本の物理学における功績を知り、ブラックホールや ILC にまで話がつながることにもっと彼の名前と功績が知られてほしいと思いました。いやいやいや、うまくまとめていただいてありがとうございます。はい、いただいております。ありがとうございます。はい、そして今回のプレゼントですが、今回はですね、本日ご出演をいただきました八幡平サラダファームのいちごジャムとですね、はい、こちらを一、うん、お一人にプレゼントいたします。応募はツイッターのダイレクトメッセージまたはメールでお願いします。プレゼント希望と記載の上、普段お使いのネームで番組の感想を書いてお送りください。宛先はツイッターがアカウント名岩手県広聴広報課、ユーザー名はアットマーク PREF アンダーバー岩手です。メールが広報アットマーク PREF.iwate.jp となっております。締め切りは2週間後3月3日火曜日です。当選者は次回の放送で発表しますので、どんどんご応募ください。美味しそうですね、ジャム。かなりいろいろなことで使えそうな、そうですよね、はいはい、あれにも使いたい、これにも使いたい、忘れずにぜひ応募してください、はい、それでは最後に先ほどの復興ポスターのお知らせをしましたが、そのポスターでも題材とさせていただきました釜石市宇野住まいの命をつなぐ未来館に勤務する菊池のどかさんを取り上げた動画をご覧いただきましょう。どうぞ。震災の記憶と教訓を伝える釜石市の宇野住まいトモス、この一角にある命をつなぐ未来館で働く菊池のどかさんは震災当時中学3年生でした。震災前から釜石東中学校では防災教育に取り組んでいました。避難訓練 もそうですし、あとは防災ボランティストっていう地域の方々と一緒に取り組む防災教育が行われていました。知識を身につけ行動するっていうこと、それから自分の命は自分で守る、助けられる人から助ける人になるというようなスローガンを掲げ防災教育に取り組んできました。あの日大きな地震が発生すると、釜石東中学校の生徒たちは迷うことなく避難を開始、小学生の手を取り学校にいた全員が高台に逃げ命を守りました。あれから9年、菊池のどかさんは震災の経験を多くの人に伝えたいと語り部ガイドとして活動しています。震災の時、たくさんの小中学生は防災教育によって命を救われました。だけれども、この町ではたくさんの高齢者の方々、地域の方々が同時に命を落としました。地域の方々が防災についてまず知る場所、それからどう行動したらいいのか、みんなで考える場所を作りたいと思い、こちらの場所で働いています。今学校があった場所には釜石宇野住まい復興スタジアムが建ち、釜石東中学校は安全な高台に建てられ、復興する町を見守っています。これからの釜石に求めることは、まず地域の人たちが自分の意見をたくさん言えること、正直な意見を言えることっていうのがこの町に求めていることです。それから未来の人たちが自分たちの町ってすごく楽しいよねって言えるような町にするのが私の願いです。
語り部として震災の思いをつなぐのどかさんの前には、町の新しい未来が広がっています。復興新時代を岩手から。はい、動画を見ていただきました。ここでですね、ちょっと訂正をしたいと思います。先ほどプレゼントでですね、八幡平サラダファームのいちごジャムとお伝えしたんですけれども、変更になりました。アルパカさんになりました。ほら、アルパカは、はいはい、って書いてあったからじゃないですか、コメントが、ね、白アルパカ、桃アルパカ、うん、茶アルパカ、はい、3人セットで、3アルパカセットでお一人にプレゼントしますので、はい、ぜひぜひこちらご応募ください。そして今日もたくさんのコメントをいただきましてありがとうございます、はい、今日のコメントの中でキラリと光る印象に残るコメントをズバリ発表しましょう。うまそう、はい、今日のテーマズバリ、はい、本当に美味しそうっていうねコメントたくさんいただきました、はい、ぜひ皆さんスイーツフェアお出かけください。それでは今日も内容盛りだくさんでお送りしてきましたが、時間となってしまいました。次回の放送日は3月18日の水曜日です。放送開始時刻は今日と同じ午後5時から生放送でお送りしますので、どうぞお見逃しなく。それでは今回も岩手幸せ大作戦ポーズでお別れしましょう、はい、それでは参りましょう。岩手幸せ大作戦、また来月、バイバイ、また来月。